どこだ。記念撮影するぞ。今日からこのクラスの一員になる金沢だ。よろしくお願いします。席はあの窓際の一番後ろな。はじめまして、私本田夏子、よろしくね。本田ねえ、どこから転校してきたの？ノブ君って呼んでいい？うん？ねえ、ノブ君。これ、私の最高傑作。似てない？どうしてこんな田舎に引っ越してきたんだ？前の学校可愛い子いた？なあ、サッカー興味あるか？金沢くん、部活とかやってた？俺に構わないでくれよ。ん？仲良くやろうぜ。ほれほれ。俺のことはほっといてくれ！おい、次の授業始まるぞ。いいんじゃない、ほっとけば。ノブくん私も授業をサボっちゃった。
どうしたの？もしかして前の学校で何かあった？それとも友達作るの怖い？ねえノブくん、一緒にクラス対抗リレーに出てみない？俺はいいよ。分かってねえな。この体育祭、うちのクラスとしちゃお前の歓迎会兼ねてんだぜ。だから主役に頑張ってもらわねえと。リレー出るならその髪は俺が切ってやるよ。髪？テル君いきなりそんな。お前もだぞ。ちなみにアンカーは私。夏子めっちゃ足早いんだよ。たとえ何位でバトンを渡されても絶対優勝するから。でもノブ君ならきっと大丈夫ね。夏子偉いよね、いつも明るくて。でもさ、知ってる？夏子の両親二人とも死んでるって噂。聞いたことある。飛行機事故だっけ？あれ？私は無理心中とか聞いたよ。どっちにしても悲惨だよね。なんだよそれ。みんなノブ君にクラスに馴染んでほしいんだよ。大切な人を亡くして辛くないはずないだろう。俺は友達も作れずにいるのに、なんであいつはあんなに明るく笑えるんだ。いつ以来だろう、楽しいだなんて思えたのは。昔みたくたくさんの笑顔に囲まれて、このまま何も起こらないでほしい。やるしかないんだ。おお、信明来た。金沢、このメールお前んところにも来ただろ。お前夏子に気があってこんなメール出したんじゃ。俺じゃない。命令内容もクラスの反応も前と全く同じ。ほら、釣りだって信明怒ってんじゃん。だとしても面白そうじゃね。キスしないと罰って誰が何するんだよ。バカバカしい。夏子も嫌でしょ、キスなんて。あ、私は別に。みんな聞いてくれ、この王様ゲームは本物だ。これからどんどん命令が来る。逃げたいと思っても逆らえないんだ。でも不安に思わないでくれ。俺を信じてクラス全員で立ち向かってほしいんだ。金沢、お前そんな冗談言えるのか。冗談？マジ引くわ。正直に言えよ、夏子とキスがしたかったって。違う、本当なんだ。意思と命令を受けたら24時間以内に従わなければ罰を受けて死ぬことだってある。てめえいい加減にしろよ。これ以上言うと冗談じゃ済まねえぞ。みんな君も消去消去。何だったんだろうな。まったくだな。おい、早く席に着け。もう二度とやるんじゃねえぞ。言葉で伝えようとしても誰も信じてくれない。そりゃそうだよな。俺た
ちだって最初の犠牲者が出るまでは信じられなかった。ノブアキ発見！確かにやり方はまずかったけどさ、ノブアキが本気で夏子のこと好きなんだったら私は応援するよ。私知ってんだ、夏子ノブアキに気があるよ。だからほら、夏子の番号教えてやっから連絡しな。帰ってくれないか。は？朝は変なこと言ってごめん。何よそれ、せっかく力になるって言ってんのに。頼む、ほっといてくれ。めんどくさいやつ。命令に従わなければ俺は死ぬ。でも夏子を巻き添えにしていいのか。夏子だってどうせ助からないんだ。だったら一番初めに死ぬのがいい。もうすぐ24時間が経つ。そしたら俺も夏子も。今日は星が綺麗だね。下向いてちゃもったいないよ。夏子、やっと見つけた。探したんだよ。様子がおかしかったってあゆみに聞いて。今日のこと気にしてる？それとも私が悪いのかな。帰ってくれ。何急に。命令はどうするの？ノブ君言ったよね、あのメールは無理なんだ。ごめん。好きな子がいるとか。ああ、忘れられない子がいる。昔の彼女？別れたの？片思い？よかったら教えてよ。遠距離かな。とても遠い。なあ夏子、天国ってどんなところだと思う？天国なんて存在しないよ。大切なのは今私たちがこうして生きてるってこと。 おい、よせ、危ないぞ。平気平気。ありがとう。残り60秒。送信者王様。俺から離れろ。ねえ、何があったのかわからないけど、私がノブ君の支えになれない？俺に支えなんていらない。強がり、涙は嘘をつかないよ。一目惚れだったの。私と付き合ってください。そろそろ時間だよ。キスしちゃダメ。これが返事？そうだ。彼女さんが羨ましいな。0時か。罰が下る時間だ。冷たい唇。私諦めないから。今のキスは彼女さんへの挑戦状。明るくて優しくてクラスの人気者。この子には何の罪もないのに。本当にごめん。さっきから言ってることとやってることがバラバラ。どうしたの？夏子、体なんともないか？え？すごいドキドキしてるよ。なんでこんなにメールが来る？それにとっくに罰が来てもいい頃。しまった！村住からのメールを罰メールと勘違いして。
俺たちがキスをしたのは0時前。じゃあその後のメールは？夏子は知ってる限りのクラスメートに電話して寝るなと言ってくれ。どういうこと？いいから早く。くそ、すでに二人とも眠ってしまっていたから。もうノブ君。夏子、ここから一番近いクラスメートの家は？古沢翼かな、4丁目の交差点あたりの。わかった、俺は翼の家に向かう。夏子はクラスメートに電話して絶対に寝るなと伝えてくれ。それでどこでもいいから集まるようにしてほしいんだ。何言ってるの？何が何だか。頼む、今は夏子だけが頼りなんだ。ノブ君。開けてください。誰だお前は。おっと、待てよこら。やる、警察を呼ぶぞ。くそ、離せ翼が。翼、おらえ。早く救急車を呼んでください。この顔普通じゃない。翼。終わってる、マジで終わってる。落ち着いて俺の話を聞いてほしい。昨日から何なんだよてめえ。今度は首吊りがどうとかふざけんじゃねえぞ。いや、だから説明しろよ。首吊りの罰を与えるって書かれたやつが電話に出ねえのはなんでなんだよ。ねえ聞いて、私ここに来る途中七海の家に行ったの。そしたら七海首吊りして死んでた。なんだって。冗談だろ、殺人鬼の仕業かも。違う、人がやってるんじゃない。いつまでそんな馬鹿げた話をしてるんだよ。人が死んでるんだぞ。俺は嘘は言ってない。なんでそんなことが言えるんだ。それは俺が以前王様ゲームに参加しているからだ。それが本当なら前の王様ゲームはどうなったの？教えろよ。俺たちには聞く権利があるだろう。そうだそうだ、どうだったか言えよ。俺を残してみんな死んだ。冗談でこんなこと言わない。俺たちだってこんな悪夢みたいなこと最初は信じられなかったんだ。でもそれは現実だった。ねえ、王様の命令に従わなかったら死ぬんでしょ。あんた夏子とのキス一回拒否ったんだって。罰のこと知ってたんでしょ。だとしたらあんたは夏子を殺そうとしたんだ。なんで死のうと思ったかは知らないけど、そのために夏子を巻き添えにしたんだろう。あいみ、夏子は黙ってて。下手次第じゃこいつマジ許せない。そうだ、村住の言う通りだ。最低。お前マジ最低。人間じゃねえぞ。人殺し。全体、何が王様ゲームだ。
王様と共に地獄に落ちやがれ。やめて、みんな落ち着いて。夏子、お前こいつに殺されかけたんだぞ。それは…ねえ、もしかしてこいつがメール送ってるんじゃないの。思う思う。てか殺してんのもこいつだろ。ち、違う。あれ、離せ、離してくれ、やめてくれ。お前に喋る資格なんかねえんだよ、この殺人鬼が。これ見て。ああ、ユイチが罰を受けてる。俺は何も。始まったんだ、新しい王様ゲームが。